皆様こんにちは。ミュージカルスリルミーに出演します広瀬祐介です。そうですね、毎度新しいお仕事の話をいただくときはもうありがたい嬉しい限りなんですけど、このスリルミーに関しては初めてありがたい嬉しいっていう気持ちとともに恐怖心が抱きましたね。なんか自分がこの作品にやれるだろうかっていう恐怖みたいなものは初めて話をいただいた瞬間からありました。なくてですね、本当に全てが初体験になるんですけど、なんとなくそのストーリーとかは知ってはいるので、あとはこれまで出演してきた方がお知り合いだったりとか、お知り合いっていうとなんかあれか知り合いだったのでいろいろ話を聞いたりとかして、はい、ニーロさんとか、田代マリオくんとか、福士誠司さんとかから僕が出演するっていうことが決まってからいろいろ話を聞いたりとかしてましたね。で、マリオくんからはいろいろメールで資料というか、なんか当時のお写真とかっていうのも早速送っていただいたりとかして参考にしようかなと思ってます。はい、いやちょっとまだ難しいですね。内容は内容なので、いろんな意味で演じる側も覚悟を持って立たなきゃいけないなと思いますし、何かこう、究極の愛とかいろいろテーマはあれど、それにとどめちゃいけない感じはすごく感じてます。何か反面教師というか、こう実際に起きてしまった事件をもとに、今演じる側も見てくださるお客様も何かこう、なんて言ったらいいのかな、教訓というのか、改めて見直さなきゃいけない問題だったりとか、なんかそういうのが入っている作品だと思ってるので、そこが魅力なのかなとは思いますけどね。はい、構造についてはとってもシンプルなのですごく惹かれてます。その分、先ほども言ったように怖いというか恐怖心があるんですけど、でも僕自身も、全てにおいてこう経験を積めば積むほどとか、何かこういろんなものって削ぎ落とされてシンプルになっていくものだと思うんですよね。だからそういった状況下に自分を置いて、お客様に届けるっていうのはとてもある意味上質なものを届けないといけないっていうプレッシャーもありますけど、とても2人しかステージにいなくてピアノだけっていうのは、なんて言うんだろう、ある意味興奮します。はい、そうですね、なんかやっぱり僕自身の自分に対するイメージっていうよりかは、外側から見られている自分っていうものが印象として持たれるのがやっぱり彼なのかなっていう感じは受けましたね。そうですね、おっしゃる通り、2015年かなのエリザベートの時に初めて、お会いしたと思うんですけど、年が、一応学年では松井君の方が1個上になるんですけど、ほぼほぼ同世代というか同級生っていう情報は昔からあったんですけど、どこか僕もそのこの世界においての先輩でもあるし、当時そのエリザベートという作品で出会った時はやっぱり僕自身もこう、なんて言うんだろうな、いろんな意味でまだまだ今もですけど未熟で、今よりも未熟で、何かこういろんなものを閉ざしていた自分だったんじゃないかなっていう、当時を振り返ると思う部分があるので、本当
当にその時は松也君ともそんなにコミュニケーションを取れてたわけじゃないですけど、今回、このタイミングでご一緒できるっていうのはすごく嬉しいですね、うん、貫禄ありますよね本当にカメラマンの方が僕と松也君のツーショットを撮っている時に強いっていうワードを言うんですけど、2人で強いって年齢じゃねえかみたいな話をしてて、37、8、今年8になるので、やっぱそういった面でね、いい意味の重みみたいなものが出てきているのか、出せたらいいなとも思ってますし、それがまあ今回、3組ある中での、違いにもなるでしょうし、でもそう、ね、最近忙しいとかそれぐらいの話をしてました、はい、全部ですね。やっぱり稽古場での、クリエイティブな作業っていうのはとても本番を通してのもちろん本番がお客さんに届く全てだと思うんですけど、それに至る過程っていうのはとても僕自身は役者としてはお客様の評価と同等に大切にしたいし、こう魅力的な時間だと思ってるので、もう全てですね、栗山さんとも瀬谷君とも初めてこういった形でクリエイティブな作業ができるっていうのを、楽しみたいと思います。そうですね、基本的にはお客様それぞれがこうのベクトルでのものの見方というか、ものの捉え方でこの作品をどう見ていただいてもいいとは思っています。ただ僕自身もやっぱりこの扱っている題材というかモチーフになっている舞台っていうものがとても一言では表せない、メッセージ性があると思っているので、しっかりとこの作品と向き合って、皆様の前でどういったものを届けられるかは、まだこの時点では分かりませんけど、とにかくこう衝撃的な時間ではあると思いますので、それを、ぜひとも劇場で体感していただけたらなと思っております。